はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ランキングダンジョン七夕杯の王冠ボーダー予想、そして、パズルがね、上手くなる方法、そして、まあ、いろいろと立ち回りとか紹介していこうと思います。で、今回の動画はね、まあ、前回、前々回とね、ゴリゴリのパズル動画出してね、解説したんですが、今回はね、まあ、どちらかといえば王冠ボーダーとかね、パズル上手くなる方法とかね、そういう方を優先して話していこうと思います。立ち回りとかはね、前回の動画とか見てもらえればわかると思うんで、そちらをご覧いただければなと思います。では今回はね、王冠ボーダー予想していくんだけどね、なんと王冠ボーダーをね、グラフを作ってらっしゃる竹生さんから許可をもらったので、今回こちらの画像をお借りしようと思います。はい、竹生さんのツイッターは概要欄に貼っておきます。はい、こちら見ていただければわかるんですが、現在の王冠ボーダーが 168,688 点と書いてるんだけど、今だいたいね、9時頃で 169,100 点ぐらいなんで、約400点ぐらい今日で上がってるんですよね。まあ、つまり1日400点ペースで、上がっているという形になっています。で、現在の王冠ボーダーが 169,100 点と、っていうところを踏まえまして、まあ、これだけなんだけど、もうね、シンプルにボーダー予想以前に、まず価値格のラインとして17万3000超えてる方、まあ、よほどのことがない限りそれ以降いかないんで、17万3000超えたらもう勝ちです。はい、まあ、大体17万3000点を超えた時点で勝ち確定なので、そこまで心配せずにね、まあ僕は勝ったんだなと思っておいてください。で、17万2000ぐらいの方、結構渋い、まあワンチャンいけるかなー、でもちょっと怖いかなーぐらいのラインで、17万1000ぐらいの方、結構やばいぐらいですね。だいたい今現状の予想としては17万1000超えるぐらいになると僕は思っているので、多分17万1000ぐらいの方は気をつけて、17万2000でまあ結構ギリギリいけるんじゃないかな、17万3000勝ち確定って感じなんでね、だいたいそういうラインでお願いします。ただちょっとね、一つだけ例外がありまして、今までの立ち回りのだけだった場合はいけると思います。ただ、ランダムって何があるかわかんないんで、もしかしたらやべえ立ち回りがね、後から出てくるかもしれないんで、その場合はね、またコミュニティトークを使って王冠ボーダーの報告をしていきますので、もしね、この動画見ても不安な方は毎日僕のね、コミュニティトークを確認していただければ、できる限り上げていきますので、そちらをご覧いただければなと思います。で、まあ、大体、17万3000がどんなものなのか、まあ、17万1000がどんなものなのか、紹介していこうと思います。やっていきましょう。まず1階層からですね。まず1階層は、盤面最大を組んであげてください。ただ、まあ、苦手な方はね、できれば11コンボまでは頑張ってほしいかな。はい、組んでいきます。1階層。指は全部使ってもらっていいです。とにかく盤面最大を組んでいく。はい、こんな感じで、盤面最大盤面を組んでいきます。盤面最大盤面、うん。まあ12組めたら最高ですね。まあ12組めない場合はせめて11は欲しい。1回差は頑張って、1ターン目は頑張って。で、2ターン目、パルバティ使います。はい。で、こっから5色変換に、5色盤面になっているので、ここも盤面最大を組んでいきます。これ使いたくなかったら使わなくてもいいよ。俺的には使った方が楽だなと思うから使うだけだって。はい、ただ、11コンボしか組めないと。まあできれば12欲しいけどね、11でもとりあえず OK です。ラストバッケツ使います。はい、バッケツ使って盤面最大組んでいきます。これをミスった場合は、できれば11ぐらい欲しいかなって感じで。ですね。はい、まあこれで12かな、多分。盤面最大組めてますね。まあ12、11、12っていう感じで突破していきます。はい、これで倒せると思います。まあ、こんな感じの立ち回りで230分残し、スコア見ていきましょう。これでもスコアが17万3872点という感じで、まあ王冠は勝ち確定という形になってます。まあね、2パンとか1パン立ち回りはね、僕の前回の動画で話しているので、今回は話しませんが、一応こんな感じやってもらえれば、十分王冠圏内入れるんですよ。ということで、今回の動画なんですけども、王冠ボーダーに入りたい人向けパズル講座、今から話していこうと思います。やっていきましょう。で、まあ今回はね、パズル講座もしていくわけなんですが、大前提としてね、パズル上手くなるにはどうすればいいか練習するしかありません。僕にね、いくらでもできたんですよね。有効の動画見ても王冠取れないんだけど、そりゃそうです。パズルできなかったら俺の動画何本見ても王冠は取れません。っていう感じで、本当にね、パズルは練習するしかないんですよね、マジで。本当申し訳ないんですけど、今回はパズルゲーなので、パズル頑張っていただくしかないという形になっています。なんでね、まあ本当にもう、パズルを頑張るしかない。ということで、今回は、パズルの組み方とお話していきますが、まあ、ぜひね、アンドロイド勢の方は、無限回路等を使って練習していただければなと思います。で、今回はね、iPhone 勢の方におすすめのアプリも紹介していきます。で、まあ、iPhone 勢の方はね、パッドヘルパーと調べていただければ、ヘルパー4パズル&ドラゴンズっていうね、パズルよりね、レビューのいいアプリが出てきます。4.9 っていうね、これめっちゃ優秀です。はい。
これのね、開くを押してもらって、5個下に項目あると思うんだけど、一番右のね、これ、交代みたいなやつを押してもらって、で、上から7個目のね、この模擬なんとかを押してあげてください。これでね、パズル講座ができます。で、このアプリね、めっちゃ一緒なんだけどね。まあ、こんな感じで、一回組んでみるじゃないですか、パズルをね。はい、組みます。組んで、こう組みました。はい、これで、終わった時点のタイムを教えてくれたりとかね、あとコンボ数を教えてくれたりとか、ここ押せばね、リプレイを見せてくれるという感じで、非常に優秀なアプリなんですよね。で、右上のボタンを押せば巻き戻せると。最初の場面に戻せるんでね、非常に優秀なんですけど、今回76マス使っていきます。はい。で、まあ iPhone 勢の方はね、このアプリ使ってもらえれば、何秒で組めたかなとかわかると思うんで、ぜひとも使ってください。このアプリやると、ランダムが少しでもやりやすくなると思います。はい。ちょっと、大体これ 10.25 秒なんで、今回ね、指が9秒。普通のパズルの場合、操作時間は9秒。そして、セリカをもし使った場合は、8.5 秒ですね。という感じになっています。はい。ということで、今回はね、ここからパズル講座の方していこうと思います。やっていきましょう。まずね、おすすめの組み方に関して、これ超重要なんだけど、おすすめの組み方に関してなんだけど、基本的にね、僕がおすすめする方法は、縦に組んでいく方法です。圧倒的にこれがおすすめ。理由としては、分かりやすい。組む上でね、慣れることが一番大事なんですけど、一番慣れやすい組み方なんで、基本的におすすめです。ここまで、こんな感じで、8コンボ分縦に組んであげてください。これで8コンボ組んでから、こっから横に組んでいきます。まあ、右と繋がらないように注意しながら、最後こんな感じで組んでいくと。これが超優秀。この組み方してれば、基本的に12コンボ組めます。まあ、基本的にね、あくまで。基本的にだけど。で、まあ、こんな感じで縦に組んでいきます。縦に組んでいきます。ちょっとね、これ、今回7個ずつ生成になってないんで、本来の盤面とは違うんだけど、まあね、かぐや姫の場合、確定で12コンボまで組めるので、まあ、こんな感じで組んでいってもらえれば間違いなく組めると思います。はい。で、まあね、かぐや姫の場合ね、こんな感じで盤面作ってくれます。火が7個、水が7個、木が7個、光が7個、闇が7個、回復が7個。これめっちゃ重要で、すべての色がね、2コンボずつ組めます。で、逆に言えば、1個余りが出ます。はい。なんで、ちょっと伝わりづらいかもしれないけどね。まずこんな感じで組んでいきますと。はい。で、まあ、この時点でこんな感じで光がね、もう2コンボ組めてますよね。この場合も光は当然1個しか絶対余らないわけですよ。つまり、1個だけ残ってるドロップは全部無視していいんですよね。この場合だったら、はい、木組みます、回復組みます、闇組みます、水組みますって感じで。1個しか残ってないドロップを全部無視する。これが大事なんですよ。で、これかなり難しいと思うんで、あくまで感覚程度に抑えておいてください。とにかくね、1個ずつ余るので、2個以上あるドロップを優先して組んでいく。この場合、水、火が組める、木が組める、残り回復組んで、光組んで、闇組んで、水組んで終わり。こんな感じ。こうすれば間違いなく組みやすくなると思います。はい、ということで今回はね、組み方講座をさせてもらいました。まあね、実際に今やった通りやってみると、縦にまず組んでいきますよと。はい、縦に組んでいきます。縦に組んでいきます。縦に組んでいって、はい、こんな感じ。これで OK。あとは最後横に組んでいく。そしたらもう王冠取れます。まあ実際ね、実際言葉で説明するのは簡単だけど、やってみたら、はい、指足りないんだけどなると思います。あとは操作時間早くする。噛み合わせる。終わりっていう感じになってます。もう本当に、回数こそ正義なんですよ、ランキングダンジョンって。僕だってこんなん一発撮りだったらね、こんな感じで 8.96 秒って間に合わない時もあるわけですよ、これギリギリ。まあギリギリ間に合ってるけどね、間に合わなくなる時もあるわけですよ。とにかく回数を積むしかない。それがランキングダンジョンとなっております。なんでね、ぜひとも参考にしていただければ幸いかなと思います。で、まあ最後ね、今のパズル講座を活かして実際にやっていこうと思います。まあこれでスコア出なかったら、ちょっとまあ謝罪動画でもね、出そうかなと思いますが。いや、決めるぞ。てか決まるまで撮り直すからね、絶対。やっていきましょう。1階層から。はい、組んでいきます。ちょっと落とし入ってますが、まあこんな感じでね、縦でも横でも OK です。最後の縦か横に組んでいきます。で、盤面12組めたら最高。今の落としなしでね、盤面11コンボ出すとしても、11組めたらもう十分 OK。2ターン目。はい、縦に組んで、横間に合うか。いや、ギリ間に合わなかったですね。これで11コンボと。まあ、全然11組めてれば OK です。11、12で OK。はい。で、ラスト、バッケ使います。で、セリカ使っても OK です。僕は使うことをお勧めしますが、指 0.5 秒減るんで注意してください。その代わり盤面最大コンボが13になるんでね、欠損しても良くなると、1コンボだったら。はい、こんな感じで13組めたら最高。まあ、12で十分。11だったらちょっと怖いかな。っていう感じになってます。これで13コンボ組んでいきます。
はい、突破していきます。これでスコア見ていきましょう。228分残ってますね。まあ、指最大まで使ってますが、こんな感じでもね、はい、17万5000、もう十分ですね。っていう感じ、盤面最大組んでいってもらえれば余裕で王冠圏内入れます。ぜひね、この動画見ていただいた方はね、立ち回りも参考にしてもらって、残り4日間かな、15日まであるんで残り5日ですね、ぜひ頑張ってみてください。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。